どうも、岡津良です。今日はですね、ちょっとね、会社行くとき途中寄ったので、今からドライブ雑談させていただこうと思います。本日ですね、12月の13日木曜日、下関は、まあ、雲が多いかな。あとね、寒い感じしますね。8.5 度ということでですね、冬ですね。で、朝の動画、ノースフェイスのヌプシジャケットを使ったコーディネート、今年ね、黒ベース、やっぱりね、ブラックコーデでダウンジャケット着たいなっていう風にね、ちょっとね、思っちゃいましたね。うん。何でもかんでも合わせるんじゃなくて、今年は僕はどちらかというと、ブラックコーデに使いたいなと思えるような感じでね、合わせてみましたが、まあでもね、アメカジの要素もね、まあ、デニムパンツ履いて、ノースウェイス着て、昔を懐かしんで、レッドウィングとか履いちゃってもかっこいいかなと思いますし、ね、ダウンジャケットはね、ほんとね、合わせやすさ無限大でございますね。いろいろ組み合わせてね、非常に楽しめそうな感じでございました。あ、今の人もノースフェイスのジャケット着てた。今年すごい人気ですよね、ノースフェイス。わ、ヘリコプターがすごい近くにあるんだけど、動画撮れないのが残念。なんかどっかに降りるんじゃないかなレベルなんですけども。まあまあそんな感じでですね、まあ冬のファッション非常に楽しんでおりますという形かなと。で、今日朝、ね、ユニクロ U 新作発表ね、ユニクロのアプリの方で僕確認いたしました。いやー、非常にね、魅力的なアイテムが多数、もうね、春物にね、頭がね、切り替わりそうでですね、まだクリアランスセール、冬のね、クリアランスセールとかもね、狙っているものたくさんあるんで、まあね、言ってもこうね、アパレル関係春物の季節になってきたなというような感じしますよね。で、アウター関係も、まあ、ブロックテックのコートだとか、あとね、Gジャン。Gジャンすごくかっこよかった。もうね、この前身頃のね、デザインすごく良かったですよね。あとカラーがね、4色あったのかな。すごく魅力的に感じましたね。パッと目に入ってきたのがね、薄いブルーとあとブラック。パッと目に入ってきましたね。あとはサファリジャケット。サファリジャケットあれ絶対的にかっこよくないですか？僕の記憶が正しければ、今ねこの辺りにね、スクロールでね、録画した画面載せてると思うんですけども、5,990円だったかな。あの雰囲気でね、5,990円だったら僕はね絶対的にね買いのような気がするわけですよ。いや、あれは絶対的にかっこいいなと思って。それこそちょっと太めのね、デニムパンツ履いたりだとか、それこそ最近お気に入りのね、ブラックスキニーだとか、あのあたりとね、合わせてもね、使えるなと思って。あれが確かでもまだ2月の、下旬発売？ 2 月の下旬じゃない、2月の上旬発売だったかな。いや、でも楽しみがね、1ヶ月、2ヶ月ありますよ。まだ。で、結局のところ、あ、どこに止めよう。なんか、そこ、あれだな。結局のところ、なんか、ぐるっと回っちゃう感じなんですけども。やっぱりね、全店舗の取り扱いじゃないわけですよね。やっぱり一部店舗商品っていうのが多数あって、ですぐ買えるアイテムが、半袖の T シャツと、ロン T が、12月下旬発売だったかな。あれはすぐ買えると。で、店舗限定ではなくですね、普通のユニクロでも買えると。もうだから2週間ぐらい待てば新作のユニクロ U のアイテムが手に入るわけですよね。それをね、考えただけでもワクワクする、楽しいね。で、あとね、気になったものがチェックのね、シャツ。チェックのシャツは非常にね、魅力的に映りましたね。あれはかっこいいなぁと思って。で、一応僕が気になったアイテムが、多分ね、今、こうスクロールでアップしてるぐらいな感じだと思うんですけども、2色。あれ2色的に、2色ともね、ちょっと買いたいなって思える感じですよね。春夏になると、シャツ、チェックシャツがね、着たくなるわけですよ。まあ今年もね、あれなんだ、あれは鳥かな、
で、無印良品で結構シャツ関係買ったんですけども、ユニクロよりね、やっぱ新作見ると、新作欲しくなっちゃうんですよ、僕は。まあ皆さんもそうだと思うんですけども、結構ね、なんかいい雰囲気だった。で、ちょっとなんか大きめのシルエットみたいな感じだったので、まあそのあたりもですね、ちょっとこう考えつつですね、いや、楽しみが増えるなと思って。あと、クラッチバッグ?サコッシュバッグか、クラッチじゃなくて、サコッシュバッグが、新色がね、たくさん出てましたね。ネオンカラーっていうんですか、ちょっと明るめのカラーっていうのも出てて、まあ、なんだかんで言って、あのサコッシュバッグが僕一番使いやすかったので、もうちょうどいいサイズ、ちょうどいい、長財布は入らないんですけども、ちょうどね、あの僕の小さめの財布とかだったら、ちょうどいいサイズだったので、あれの新色もね、ちょっと春カラーに合わせて、まあ何色にしようかな、買おうかな、とか思ったりとかですね、思っているわけなんですけども、やっぱりね、洋服の話するとね、止まりませんよね。いろいろね、見てて非常に楽しめる。で、レディースも、まあ、レディースのアイテムもね、少しこう、なんていうかな、可愛いアイテムもたくさんあったし、またね、メンズとはね、雰囲気随分変わってですね、良かったんじゃないかなと思いますね。あと、パンツ類なんですけども、パンツ類はなんか形はそんなに変わらないですよね。素材感がちょっと春素材になったような雰囲気が感じられるなっていうのと、ほんとね、いやー、これは朝からね、ワクワクしてましたよ。もう、朝からこうね、それも見たいし、動画も撮りたいし、動画はね、今日またね、ちょっと朝一本撮ってきたんですけども、もう大忙し。いやー、嬉しい大忙し、最高じゃないですか。嬉しい大忙し、最高ですよね。で、あと、ほんとね、ありがたいことに、登録していただいてる方もですね、16,000人を超えてですね、まあね、こう、まあ、ファッション好きだったり、車好きだったりとかね、皆さんとのこの楽しい輪が、コミュニティの場がで、できるっていうことはね、僕はね、YouTube 最大の楽しみ。昨日のライブ配信だって、むちゃくちゃやっぱりね、話が合う、ね、仲間というかですね、やっぱり皆さんね、集まってくれるので、すごく盛り上がって、時間、あっという間の1時間という感じなんですかね、いつも。だいたい僕60分ってね、決めて、動画の方を配信してるんですけども、まあ、いろんな話できるし、僕がね、知らないことも皆さんにこう、教えていただくこともたくさんあるし、いや、それでね、こう、リアルタイムにですね、お話できるっていうのが僕はね、YouTube をやってよかったな、やっててよかったなと思いますね。この流れで、もうちょっとでね、僕ね、実はね、丸2年経とうとしているわけですよ、YouTube 始めて。あと1ヶ月ぐらいかな。いや、いろいろなことね、ほんとね、ありましたけども、やっぱりね、こう、日々ね、こう、新しいことをやりたいな、したいな、見つけたいなっていうふうに思っているので、1日が結構長かったりするわけですよね。1週間が、1ヶ月が、もちろん1年がものすごくね、長く感じるわけですよ。ちょっと前の3年、4年前だったら、1ヶ月は1週間ぐらいの感じだったんですね、僕的に。まあ仕事ばっかりしてて、仕事行って家帰ってきての往復ばっかりだったので、それをね、12時間交代で繰り返して、10時間働いて、寝るのが7時間ぐらい寝てみたいな感じだったので、ほんとね、こう自分の時間っていうのはそんななかったわけですよね。それがですね、こう、まあ、いろんなきっかけがあって、で、生き方だとか、こう、仕事のやり方っていうのをね、変えることによって、自分自身の時間がね、すごくね、たくさんできるよ、作れるようになったわけですよね。それで YouTube 始めて、まあ最初はね、こう、なんていうかな、何をやっていいかわからない。途中でね、電話かかってきましたね。ということで、どこだっけ?最初は、YouTube は何をやっていいか分かんなかったんですよ。まあ、スマホ1台でできるっていうのを知って、あ、こういう風にこれで簡単にできるんだと思って、撮り始めていったら、結構ね、やっぱね、ハマってしまったわけですよね。で、どんどん自分がね、こう、残したいこと、やっぱり今まで残せなかったことばっかりだったんですよね。じゃあ、形として今まで、じゃあ何か残ってるかって言ったら、残ってなかったので、いや、これは本当いいきっかけだから、形にどんどん残していこうと思って、スタートさせていただいたら、もういろんな方にね、良い方ばかりにですね、恵まれてですね、いろいろ教えていただいたりとかですね、本当良い方の出会い、最高ですよね。まあ、別のいい、まあ、いろいろね、なんか考えてったら、本当、今の生き方に、変えるシフトをすることによって本当に良かったなとか思って、うん、これはね、しんみりしてしまうんでね、あれなんですけどね、本当ね、
いい人ばっかりにね、恵まれてね、うん、めちゃくちゃ嬉しいっすよね。うん。まあ、そんな感じ。そんな感じ、どんな感じ、もう、今の生き方に変えて皆さんにね、出会えて本当に良かったっていうような感じ。ドライブ雑談なんですけども。まあね、洋服も買って、好きなものをね、買って、なんだっけ、もういいや。なんかね、すごい嬉しくなってね、うん。でも、幸せな感じです。っていう感じで、今日のドライブ雑談、終わりにしたいと思います。なんか、まとまりあんまりうまくなかったけど、まあ、まとまりうまくないけども、うん。でも、ほんと僕一番嬉しいのは、たくさんの方にね、皆さんにこう、出会えたっていうのが一番僕、嬉しいことだと思ってますので、まあ、そんな感じで終わりにしたいと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。岡剛でした。では、また見てください。なんかね、一瞬ね、なんか皆さんに助けてもらったことをね、思い出してね、ちょっとね、じんときましたね。まあそんな感じで仕事の方行ってきます。